ここからはピッチコンテストに参りたいと思います。優勝者にはウェザーデータ API の一定期間無償提供と賞金100万円が贈られます。すごいセットですよ、はい、すごいセットになっております、ねはい、素晴らしい。この中で行われるプレゼン緊張しますね。よろしくお願いします、楽しみです。もう千葉さんからも一言いただきたいと思います、うん、素晴らしいですよねこのスタジオ。本当ここびっくりしちゃって、いわゆるこのスタートアップのピッチイベントでこんなおしゃれで可愛くてかっこいいの初めて見ました。っていうかだからそれほど夢があるっていうような中身なんでしょうね、うんうん、なんかそんな感じがしました。あとテーマ的にもこういうピッチイベントを出たことがないので、うん、逆にすごい興味深いです今日。あ楽しみ。さあでは早速始めていきましょう。プレゼン時間は5分間になっておりまして、うん、制限時間30秒前に雷の音が鳴りますのでお気をつけください、はい、では最初に発表するのはこの方です。The first presenter is Tatsuya Tayagaki from Ski Day. Tayagaki is a professional skier. He is also running a live ski resort viewing service, where users can search for the greatest day. スキーやスノーボードは滑る日の天候や雪質によって体験価値が大きく左右されるスポーツなんです。優勝して日本中のスキーやスノーボーダーに最高の一日を届けます。 Entry number one, Tatsuya Tayagaki, professional skier seeking the greatest day. スキーデイのTayagakiです。私たちは雪山の魅力を通して人生最高の一日を届けるというミッションを掲げたベンチャーです。ただ雪山は非日常感にあふれた最高の体験ができる場所です。ただ一方で毎年事故が起こる場所でもあります。気象情報は雪山での行動を決めるためにとても重要なんです。その活用方法の中でも今日は日本気象協会と弊社スキーデイが連携することでこれまで誰も成し得なかった雪のコンディションの見える化、つまり日々移り変わる雪の状態を正確に分かりやすく伝えるという話をさせていただきます。なぜ雪のコンディションにこだわるのかという前に少しだけ自己紹介させてください。私はこれまでプロスキーヤーとして活動しながらスキー雑誌の編集長もしてきました。そうです、もうスキーが大好きなんですで、目指すのはそんな私のような世界中のスキーヤーやスノーボーダーにとってのザ・デイの実現確率を上げることです。ザ・デイというのはコアなファン、つまりガチ勢たちの言葉で最高の体験ができた日という意味です。ただそんなガチ勢にはずっと抱えてきた課題もありました。それはザ・デイ実現を左右する雪のコンディション、つまり降った雪の量や雪質に関しての最新かつ信頼できる情報をなかなか入手できていなかったことです。そうなんです、今の天気情報だけでは足りていないんです。そこで始めました、モバイル式のネットワークカメラを使ったライブ情報配信サービスです。これは最新の IoT カメラと気温計をケーブルなしでクラウドにつなげて雪の情報を提供するというサービスです。導入先は増え続け、国内の大型スキー場のシェア 75% を超えました。これまでのカメラとは設置できる場所が違います。弊社では電源や通信のケーブルが不要で Wi-Fi 環境も必要ないのでどこにでもカメラを設置できます。もう一つは見せ方です。これまでは今しか見れなかったんですが、弊社では過去に遡ってコンディションの移り変わりを確認でき、降った雪の量を見える化しました。画像は契約先の各スキー場サイトで見られるほか、弊社アプリでは全てのカメラをワンストップで見られます。そしてここからが本題です。我々のユーザーがガチ勢からエンジョイ勢に増えるに従って、雪質をもっと分かりやすく知りたいというニーズも増えました。というのは、雪の量は画像で分かりますが、雪質は日々移り変わるので、その予測はエンジョイ勢には難しいんです。ではガチ勢はどうやっているのかというと、ライブ画像に加えて気温や風向、風速、湿度といった気象データと斜面の向き、植生などの地理的要素を加味して経験則に基づいて雪質の予測を行います。これはなかなか高度なスキルなんです。ただ今後より多くの人にザ・デイ、つまり最高の雪山体験を届けるためにはこの雪質の分かりやすい表現が必要なんです。そこで提案です。
日本気象協会とスキーデイが持つ強みを掛け合わせることで、雪のコンディション、特に雪質に関する正確で詳細な情報を分かりやすく提供し、みんなが雪山の魅力を満喫できる未来を作るために連携させてください。これをなぜ弊社が提案するのか。日本気象協会は気象データに関しては最強のリソースをお持ちです。一方、スキーデイは雪山に特化した定性的な情報を持っています。スキー場の定点観測画像とガチ勢たちによる雪質評価能力です。雪質というプレイヤーの体験価値を見える化するには、定量的な気象データに加えて人の感じる定性的な評価、つまりガチ勢の経験則と掛け合わせが必要不可欠なんです。この連携により、日本気象協会にとっては、例えば公式メディアである天気 .jp 内で雪質指標といった新たなカテゴリーを作るなど新規顧客を獲得できます。イメージとしては、日付と場所を入れると雪質予報として、例えばふわふわ雪が30センチ降るのでパウダースノーが楽しめる、風が強いのでアイスバーン注意といった表現です。その先に描く未来です。我々は日本の雪山の魅力を世界中に発信します。なぜなら、日本には世界一恵まれた雪質と降雪量という圧倒的な魅力があるからです。それを見える化させることで、日本の観光立国としての発展に寄与します。そして、その増えた観光客を雪山事故から防ぐためにも正確な雪情報は必要なんです。私はこの未来に人生を捧げることに微塵の迷いもありません。ただし、必ず成し遂げたいんです。日本気象協会様、ぜひ共に日本中、そして世界中の雪山を愛する人に最高の一日を届ける仲間になってください。発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ではここからは Q&A のお時間に参ります。審査員の皆さん、質問がある方お願いします。いいですか。はい、すいません。ビジネスのところですよね。すごくこだわりを持ってらっしゃる方っていうのは人口の中ですごく少ないっていうところで、多分天気予報サイトの広告モデルだと難しいかなと思っていまして、そこどうお考えかなっていうところをお聞きしたいです。ありがとうございます。はい、マネタイズは今2つ方法をやっていて、1つは、B2B でスキー場および自治体にライブカメラの利用料をいただくっていうビジネスを今やってます。でそこから B2C の、スキーやスノーボーダーにとっての有料課金モデルで考えています。なぜなら、僕たちはやっぱりこのコアな層をですね、必ず取りたいと、そこから取りたいと思っていて、そこは広告とかじゃなくて、お金を払ってでも使いたい価値、そこにこだわってサービスを開発しているので、顧客から直接課金するっていうモデルを考えています。あとはトップ層、いわゆるスポーツとか趣味の世界って、やっぱりこう一番トップの人たちが使うサービスっていうのがだんだん広がっていく特徴があると思っていて、そういう意味で、必ずその精度、そこに関しては強いこだわりを持ってやっていってますね。はい、これで本当に日本の雪質とかが世界に伝わってとかで、いろんな方が来たりしたらすごい夢あるなと思って伺ってました。ありがとうございます。でちょっとさっきのビジネス質問に関連するんですけれども、やっぱりビジネス考えると、こうかなり多くの人がこれを本当に欲しいと思って行動を変えなきゃいけないと思っていて、でそういった時に、私ガチ勢じゃないですと。でそうするとなんかスキー、確かに雪質重要なんだけど、もう旅行に行くこと、旅行というかスキーに行くことが決まってて、そこからこの情報を見て、なんか行動を変えるのかなっていうのがちょっと疑問に思ってしまったところがあって、なんかこれによって一般の愛好家の行動がどう変わるっていうふうにお考えですか。ありがとうございます。はい、弊社ではターゲット像を2種類に分けていて、雪山行くときに直前決定派っていうのと、事前に決定する派、2つに分けてます。で、前々から旅行を予定する人は自分の休みに合わせて2ヶ月後とかって予約すると思うんですけど、その人たちは一旦弊社のターゲットにはしてないです。私は外れたんです。はい、すいません。でただこれなぜかというと、弊社のヒアリングで、だいたい1週間ぐらい前から行き先を選び出すんですよね、直前決定派の人は。でももっと早くに天気が分かっていれば、もっと早くに予約をしていけるんですよね。なのでそういうところで、日本気象協会さんのこう長期の目線で精度高く予測できるっていうのは、その弊社のターゲット像を広げていくっていうのを、サービスを向上させることによって顧客像を広げていくっていう、可能性があるんじゃないかなと思って、未来を期待してます。はい、事前決定派じゃない、その直前決定派ってどれぐらいの割合でいるんですか。
弊社のサービスで行くと8割ぐらいがそちらですね。ああ、そうなんですね、はい、なぜかというと、ザデイを求める人たちってやっぱその人生において自分の人生は好きなしでは語れない、でそのザデイっていうのを得るために年間のこうライフワークを考えている人たちなんですよ。なので直前まで行き場所を決められる状態で自分の趣味の環境を作っていく、なのでそういう人たちをターゲットにしていて、で実際その人たちが最も顧客単価が高い人たちなんですよね。でかつもう一言言うと、こう日本に日本の雪が好きで海外から来るインバウンドの方っていうのはやっぱりそういう、もう死ぬまで忘れられないこう雪山体験をしたくてわざわざ海外から来てるので、そういう人たちはもう本当に直前まで行き場所をこう選べられる環境で旅する人たちが多いんじゃないかなと思っております。はい、よくわかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、千葉さん、どうぞ。ビジネスのところで、はい、ナミアルってあるじゃない、サーフィンサービス、それになんか近いのかなと思ったんですけれども、単純にそこと比較したときに例えば客単価とかどういう感じなのかなというのもあるし、あと逆に雪のデメリットとしては365日じゃなくて期間が限られているところだと思うので、例えば月額課金とは不向きなんじゃないかなとかちょっと思っちゃったりするんですけど、そのあたりちょっと細かく聞いてもいいですか。ありがとうございます。その最初の質問に関してはですね、うちスキー業界スノーリゾートでやってるのはものすごく有利だと思っていて、でうちの今の顧客単価でいくと大体、年間100万円ぐらい使う人たちが最初の初期ターゲットになっている。で逆にこう自然を対象にしたスポーツでも、サーフィンとかってこう課金対象者が 2C しかいない。でもスノーリゾートの場合はスキー場だったりとか宿だったりとかご飯だったりとか、こう顧客行動を変えることによってその後にやる旅全部がその後に紐づいてくるっていうところで、マネタイズのタッチポイントっていうのを上流で取っていけるんじゃないかなと、そういうふうに考えております。ちなみにいくらぐらい課金するんですか。年間課金だけで考えていて、今のところは、2000円ですね。年間2000円で考えております。で国内だけじゃなくてあくまでグローバルでやりたいと思ってます。なぜかというと雪山には国境はなくて山の地形図しかないので、それでこうビジネス展開していきたいなと思っております。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。さあではそろそろ次の発表に参りたいと思います。続いてはこちらのプロジェクトです。 The next presenter is Sakiko Kambara from Psychic VR Lab. They've developed a tool enabling anyone to create VR. It's useful for disaster preparation, allowing the visualization of evacuation sites. She envisions a safer future utilizing VR and weather data.自分たちはこうしたいとか、私たちができる防災を国民全員が発信していくということも可能になるというふうに考えています。 Entry number 2, Sakiko Kambara, a disaster prevention educator seeing the future through VR. よろしくお願いします。サイキック V ラボから参りましたカンバラです。本日の提案は市民が発信する XR 防災の提案です。まずスタイリーですけども、サイキック VR ラボの主力サービスですが、誰でもいろんなデータを使ってコンテンツを制作配信、そしてメタバースで、セッションできるということで、私自身は公衆衛生看護といった防災と災害支援、国内外で20年以上やっておりますが、そのようなところで今使って今研究をしております。で今回提案するのはみんなが参加できるから誰も取りこぼさないという防災です。今私たちが使っているスタイリーと、ウェザーデータ API を載せて、でそして市民総参加型のワークショップを展開したいというふうに思っています。ユーザーはもう個人ではなく小学校から中学校高校いろんな教育機関そして自治体 で誰もがその自分の生活の中を考えて、そして気象災害に適応できるということを目指します。これを考え始めたところは、一番のきっかけになったのはですね、2018年の西日本豪雨災害なんです。これは私の実家 の倉敷市真備町 の図です。で私自身もたまたまなんですけども、1日前に実は帰省してて、で防災の研究をしているもんですから、いろんな SNS を使ったデータ分析ハザードマップを見てて、で前の日もともと別の場所のデータの分析なんかもしてました。でそして水害にあったんです。で私たちは一体何を研究してたのかなって思っていたら、その研究が全くなかったものが、この危機感
自分自身その人たち個人個人が持つ危機感とそこにあるその人たちの土地感なんです。この2つをそれぞれが兼ね備えていないとそれぞれが全く逃げれないと、私自身も逃げれない、そういうような経験でした。そしていくら相手が発信しても受信力というものがないということがありました。で、まあ、いろんなテクノロジーを使ったもう VR の防災というのは多様にあります。私たちも何がどういうことに効くんだろうということをいろいろ検証もすでにしております。でそのような中でいろんなところと、まあ、こういうこともできるじゃないかやってきました。で今回提案したいのはそのやっぱりその地点で起きるこの気象データを使ってこのようなことが起きるんじゃないのか、こうなったら自分たちにこういうことが起きるんだ、でこれを自分たちで作ってもらうんです。でこの人たちが使ってその自分たちの危機感と土地感を自分たちで作っていく。でこれをさらに使った中で、セッションをメタバースの中でですね、みんながディスカッションして、これ実はインドネシアの人たちとセッションしたんですが、インドネシアの人たちがこういう状況の中で備えるものはこういうものなんだ、ここに逃げればいいじゃないかみたいなことを改めて解決策として提案できました。でそうすると、あ避難所に行くだけじゃないんだ、まあ、ここをちょっと避ければいいじゃないか、そのようなことが考えられました。でこれを防災感覚としてですね、コンテンツとしてもうあらゆる人たちと共有したいというふうに考えています。はい、改めまして私たちの提案です。市民が防災 XR で気象データを危機感から解決策に変えて、でそして誰もだから誰も取りこぼさないという防災を世界に拡張したいなというふうに思っています。これはもうやらねばって言っているところからもう楽しいから始めて、でそしてもうどうにもならないっていうただハザードマップを見るって話じゃなくて、あこれでいいんだっていう感覚を養いたい。でそして、まあ、自分のためのことでもあるんだけども、いやこれがそもそもの、まあ、結局の結果大勢の人に役に立つというようなところへのトランスフォーメーションだというふうに考えています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは審査員の皆さんからご質問をお願いします。防災で我々の天気予報を伝える側としては100ミリとか風速20メートルとか、まあ、そういう数字でしか伝えられないんですけれども、まあ、こういうゴーグルをかけることで、まあ、この場所がこのぐらい浸かるとか、まあ、このぐらいの風が吹くっていうのが視覚から体験できると非常にいい防災情報になるかなというふうに思いました。で、一つ質問なんですけれども、ゴーグルをかけるというところですね。なので各世帯の人たちに、まあ、そういう体験をするこのデバイスをこうどう普及させるかというところの具体的なイメージとかあれば教えてください。まあ、本当にこのスタイリーはですね、実はヘッドマウントディスプレイだけではなくってスマートフォンとか、うん、あるいはiPad 等でも普通のパソコンでも特殊なパソコンじゃなくても普通のパソコンから見えるところから始まっています。ここが誰も取りこぼさないと言い切れるところの一つ でやはり今現状でテクノロジーを使って誰も取りこぼさないのはやはりスマートフォンがあるかなというところも一つあります。でもやっぱり一番体感できるのはこれゴーグルだというふうには思っています。そこはやっぱり使い分けとどこまで理解できているかっていうところとその予算やいろんなことの組み合わせかなというふうなことで、それは多様、それそこも多様性を持たせているかなと思っています。ありがとうございます。はい、木村さん。そうですね、プロダクトをもう少し理解したいんですけれども、これ実際インドネシアでやられた時は、はい、どういう形で、まあ、現実的というかみんなで話し合いながらこういう感じになるのかなっていうのを反映してたっていう感じなのか、結構具体的で現実的なシミュレーションができるのかっていうところが、はい、ちょっと、はいはい、今のこのシーンですね、このシーンを作ったのは実はオンラインです、うん、ですのでインドネシアにいる人たちが日本人の私がファシリテーターとなって先ほどのシーンを作りました、うん、でそれの時に使ったのはこの、3D モデルだけではなくって、もともとのこの時に例えば西日本豪雨の時の水害はこれぐらいの気象状況 でこういう人たちが、ね、こういう感じで逃げてっていうことを動画で、まあ、見ながらっていうようなことと、そのズームでですね、災害の時のいろんな状況、避難した時のことをレクチャーして、でシーンをだいたいあれ3時間ぐらいでしたかね、ワークショップの中で、じゃあ私らだったらこういう対策をしてたかもしれないねとか、どういうふうにじゃあ備えようかねっていうようなことで考えた時に、インドネシアの人たちはいやちょっととにかくお祈りができるところで水があって、でテントがあれば一番助かるから、こういうところが一番近くになるところでどこだろうっていうことを探し始めたということだったんです。でそしたら例えば渋谷であってもこういう場所があるところっていうのは避難所じゃなくって、全く違う もしかしたらモスクみたいなのところがあるかもしれないし、その人たちのコミュニティに一旦帰るっていうことが早め早めに予期してできると、準備してできるというふうに考えています。ありがとうございます、はい、
これ結構やっぱり参加してもらうのが重要かなっていうのをすごい感じたんですけれども、どれぐらいの人数が参加できるんでしょうか。参加しないで、なんていうんでしょうか、リアルに、なんていうんですか、自分ごととして捉えるの結構難しいのかなと思ったところがあって、まあ、能動的に作れる人たちが順番に押し合っていかなきゃいけないので、それは順番に雪だるま式に増やしていかなければいけないなというふうには思っています。ですので最初は今までもワークショップ何遍もやってきたのですが、お年寄りは難しいだろうとか最初は言ってたんですけども、そうではなくって、むしろ子どもたちとインタージェネレーションでやっていくことが結構大事でして、お年寄りは結構その災害知識をすごく持っていると、この辺はもうやばいんだと、ここら辺だ、ここまでは水来るよとか、そういうの知ってます。で、実際パソコンを触ってたのは子どもたちでしたというようなことで、結構子どもたちはあっという間に身につけて、お年寄りが言ってることをこう入力してっていうようなこともやってます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや本当にこう防災であったり訓練のために必要な素晴らしい、まあ、ソリューションだなと思って聞かせていただいていました。かつ、まあ、インドネシアとか日本以外でもいろいろと試されてるっていうのも素晴らしいなと。そんな中、今後のこう拡張性であったりスケーラビリティのところをお伺いしたいんですけれども、まあ、皆さんから質問があったように、まあ、自治体なんかにまず啓蒙をしていかれて、で自治体を経由して多分広がれるのかなっていうのも一つあるんですが、それ以外に、まあ、こういう各ソリューションであったりワークショップを作るのにどれくらいカスタマイゼーションが必要で、どれくらいが自動に、まあ、こういった気象データがあれば、で何でしょう、ハザードマップさえあればすぐ簡単にモデルができるものなのかっていうのも教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。今各所でワークショップや教育だという現場がたくさんありますね。まあ、教育現場であればどこでもできると思います。だから学校の授業の一環でもできるし、自治体の中では地区防災計画を作るだとか、そういう防災教育とかいろんなシーンがありますね。そういうところにエコシステムで作っていけるというふうに思っています。私たちの医療分野の中でも健康教育の中でさえ病気の体験だとかっていうことまでも含まれるというふうに思うので、そういうことで考えれば気象データを使ってこういう体調が悪いことのシミュレーションなんかも可能になってくるかなというふうに思っています。分かりました。そうすると各自治体さん、各エリアに対してのソリューションを作るのにどれくらいのこうコストがかかるかとか、それがかなり自動化されるのかというところも教えていただけますか。それはもともとのそのアセットなんかを用意したりというようなことで、かなりそれは繁華ができると思うんですね。で、あとはやはりこのやらなければいけないのは、この私 の, ワークショップのファシリテーターだとか、あるいはそこの現場でこう個人個人にこの一つ一つとそのまだまだ技術としては難しいので、まあ、ちゃんと丁寧に教えれる。で、そしたら障害を持った人たちでも、どんな人たちでも、まあ、お年寄ったらお年寄りなりのっていうようなところにレベルを合わせた教育ができる人材育成が必要かなというふうに思っています。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では3組目の発表に移りたいと思います。 The next presenter is Koichiro Sato from Biodata Bank. They've developed a wristwatch type device that immediately warns when there is a risk of heat strokeTheir innovative technology is perfected when weather data is added. 気象データを使って二重でのその熱中症対策っていうところでもう完璧にゼロにする。日本だけでなくその世界中で働く人の安全性をアップデートさせたい。Entry number three, Koichiro Sato, the man desperate to watch the risk of heat stroke for all of mankind.バイオデータバンクの佐藤と申します。よろしくお願いします。ちょっと外は寒いですけれども、我々の授業夏の授業ですので、ちょっと暑くイメージを先に持ってきております。まずですね、我々のゴールなんですけれども、労働現場の安全性をアップデートして熱中症をゼロにするということを掲げて事業を推進しております。そもそもなんですけれども、なぜ熱中症が発症するか知っていますかというところで、実はですね、熱中症って体の中の温度である深部体温の上昇が起点として発症する病気となっております。で、じゃあその深部体温っていうものは何なのかというと、脳とか臓器といった体内の器官の温度を指します。体温ですね、大きく2つありまして、例えば施設内に入るときにピという形で温度が出ると思うんですけれども、まあ、それが表面体温。一方ですね、この深部体温というものが実は体の中の温度でして、汗をかくとかっていうところで体の熱を外に出して一定に保とうとする、そもそものメカニズムがあります。
で我々ですね、この深部体温というところを軸に事業を推進しておりまして、この深部体温の上昇を検知してお知らせするというウェアラブルデバイスを開発しております。で特徴としてワンシーズン使い切りと書いてますけれども、夏使っていただくことを想定して電源を1回入れたらオフにする機能は排除してます。でまたそれによって充電がいらないとか通信機能とかっていうところで運用コストだったり管理コストっていうところをもうゼロにするというところで設計しております。でなぜそこまでシンプルにしているかというところなんですけれども、ターゲットを暑熱化労働者を抱える企業としているからです。やはりですね、現場の作業員の方々っていうところはやっぱ IT リテラシーがかなり低かったりとかですね、そういったところがあるので、もうすごく機能をシンプルに絞りに絞っております。で導入台数としてはすでにですね、40万台ほど販売させていただいていて、導入企業数は2000社を超えております。で例えばこの建設業界の熱中症対策っていうところを今回フォーカスをさせていただいておりますけれども、作業現場ごとに WBGT 系ってものを導入していると。でこの WBGT ってものが気象データになりまして、温湿度、温度だったり湿度、また日射量ってものを元に算出したものになります。でこうした測定器を、設置型であったり、一人一人が持つといった形で、ものを使って、ものを運用していますというところで、すごく例えば危ない時に知りたいのに危ないかどうかを一時確認しなきゃいけないっていうところだったりは、すごく現場の大変にさせているというところがございます。で今回ご提案する内容としては、この気象データってものと深部体温ってもの、深部体温データってものを使って運用コスト管理コストの低いセーフティネットを作りたいと考えてます。で日本気象協会さんの1キロメッシュごとの労働現場の WBGT っていうところを用いて、危ない時にまず第1段階目のアラートを鳴らす。で2段階目で我々のその深部体温データってものを使って一人一人の熱中症リスクが高まった時にお知らせするというところで、二重の熱中症対策っていうところをしっかり聞きたいと考えております。で具体的に何ができるかというところで、先ほどから申し上げているようにですね、物を使ってるっていうところがすごく現場サイドとしては非常にやりづらいし、人によって基準が異なってしまったりするので、ここをもう一本化して WBGT というか、その企業環境の情報が危なくなったら携帯にお知らせするとかっていうところで、必要な時だけ鳴らす。で我々のデータってものを使って熱中症ってものを個別で対応していく。でこの2つのデータを蓄積することで、熱中症になる前、もう作業をする前とか、作業日が決まった段階でもう事前にお知らせすると、この日のこの状況が危ないので気をつけてくださいというところを、お知らせしようというふうに考えております。で最後になりますが、誰一人に取り残さない熱中症対策をというところで、やはり IT リテラシーが低いだとか、個別の熱中症対策ができてないっていうところがやはりすごく課題だと思っていて、この部分しっかりですね、この世から熱中症という言葉を削るなくす勢いで、事業を推進していって、実現したいと考えております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。全然関係ないですけど、雷怖くないですか？急に来るのなんか事故ったのかなと思ったらすいません、あまりにもリアルな音で、あれですよね、あれがアラームですよね。30秒前すいません、以上です。リアルな音でやっていきたいと思いますけれども、はい、では Q&A タイムに参りたいと思います。はい、ご質問ある方いらっしゃいますか？はい、佐藤さん、どうもありがとうございました。私たちも熱中症啓発の活動って、いくつかしていまして、で拝見した中で素晴らしいなと思いつつもここ難しいだろうなと思っているのが WBGT の無形化の段階かなと思っています。というのは熱中症の、搬送者数って日本は本当に湿度も高くすごい多い国ですので、結構、厚労省さんとか環境省さんが出している指標がもうオーソリティになっていて、多分いろんなところがそれ指標に動いているのかなと。だからそれをそうではなくて深部体温だよっていうふうに訴えかけていくと、このカロリーって結構大変なんじゃないかなと思ってまして、そこの解決ってどういうふうになさってきたのかなというところです。ありがとうございます。やはりですね、もうおっしゃっていただいたように、その WBGD というものはすでに形骸化してしまっていてですね、我々のこの体温っていうところの軸っていうのがあまりにも新しいものすぎて、やはり現場の中では WBGT じゃなくてこっちの方がいいよねってなるけれども、ルールにはできないっていうところがあってですね、で我々その来年ですね、今その建設業とか大手ゼネコンさんを大きく巻き込んで実証実験とかを行って
行う予定なんですけれども、まあ、そういったところでしっかり巻き込んで、その WBGT ってものとプラスアルファで、この体温っていう軸で、2つ の, 軸で持って熱中症対策をしようという動きを、まあ、いろんな各社さん大手さん含めて、巻き込んで、変えていきたいと考えております。でまあ、これまではこういった新しい施策って大事だよねとか一人一人やった方がいいよねっていうところはもう皆さんお客さんも分かっていたので、しっかりこの部分では刺さっていたんですけれども、もっと大きく普及させていくためには、まあ、そういった大きな形で巻き込んでいく必要があると考えています。ありがとうございます。 WBGT の指標が変われば本当に多分夏の市場が一気にいろいろ変わるだろうなと思いました。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で他の方ご質問ございますでしょうか。はい、千葉さん。 WBGT って単語を初めて聞いたんで、はい、そうです現場ごとに全然その温度の温度湿度の環境って違うんじゃないかなと素人目には思っていて、そのいわゆる天気によるものも大きいと思うんですけど、やっぱりガラス張りの何か閉鎖空間だったらめちゃくちゃ暑くなっちゃうとか、いろいろ結構環境によって違うから、その天気とどれぐらいなんか連動するんだっけっていうのは聞いてて実は分からなかったです。だからやっぱりローカルで測った方が精度高いのかなと思っちゃったんですけれども、それに関してはですね、屋外っていうところやはり限定になってはしまうと思っていて、その例えば一人作業で屋内で例えば地下でやって現場作業しているって方々に対しては、まあ、WBGT って言っても、まあ、なかなか測りきれないっていうところがあるので、まあ、そういった、まあ、気象情報だけでは防ぎきれない部分っていうところを、我々のデバイスってものを通して、防いでいくっていうところで、おっしゃるようにすごい条件が限られてはしまうんですけれども、ただやはり屋外の働かれてる方々はすごくいっぱいいらっしゃるので、まあ、そこにはしっかり刺さるんだろうなというふうに考えています。ありがとうございます。はい、吉川さんお願いします。今のお話も関係するんですけど、まあ、誰一人取り残さないという点で今現状で出ているのがこの辺りの地域が今日は熱中症のリスクが高いですというのは気温と日射量から分かりますと。でこの辺りの現場にいる人が深部体温がだんだん高くなってきてますというのが第2アラートとして出ると。でその情報ってすごい救急搬送の皆様にも非常に重要かなと思っていて、もう今コロナとかで救急車がなかなか来ないというところがあるので、まあもうそもそもリスクが高いです。ただこの建設現場非常に多くて、もう深部体温何人か上がり始めてますっていう情報をもう直接救急隊の皆様に共有するなどすると救急車の到着とかも早くなって非常に熱中症の対策として有効に働くんじゃないかなと思いました。そうですね、今我々のデバイスその通信がつなげてないので、まあ、デバイスを飛ばすことができないんですけれども、まあ、来年ですねやはり現場で誰がなったかとか危なかったかっていうのを、まあ、リアルタイムで知りたいというお客さんはやっぱりお客さんもすごいいっぱいいらっしゃってですね、まあ、しっかりそこも来年通信モデルってものを、まあ、本当に大きい企業様向けではありますけれども展開をしてですね、そのデータってところの流動性だったり、まあ、その提供する相手が会社だけではなくて地方自治体だったり、そのおっしゃっていただいたように消防隊とか救急搬送隊ってところにつなげていくってところを目指して頑張っております。木村さんお願いします。 ありがとうございます。すごい分かりやすいプレゼンで深部体温って初めて聞いて、でこれをやることによってどれぐらい実際に熱中症が減らせたとかってあります？まあ、具体的な会社名はあれですけれども、年間42名ほど出ていたっていう会社さんがありまして、まあ、そういった企業を、まあ、3年間ぐらい使っていただいているんですけれども、まあ、1人も出ていないっていうところで、つけていただくことでまずこれを見るたびに熱中症気をつけなきゃってまず思ってもらえるっていうところが、まあ、ちょっと最初は想定しなかったんですけれども、そういった効果があって、やっぱり身につけてるっていうところがやはりその意識を変える、冷えピタピタなんですよね。まさにそうです、そうですね体温下げれないですけどあれね、まあ、そういったところで、はい、波及効果というか、そういったところで、ゼロっていう実績はしっかり出ていますし、もちろん医療機器ではないので 100% 保証するものはないんですけれども、我々1万人分ぐらいの深部体温のデータを用いてやっているので、まあ、データが集まれば集まるほどその精度だったり、まあ、救えない人を1人でも減らすというところに貢献できると考えています。はい、ありがとうございます。はい、では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあではいよいよ最後の一組です。こちらです。 The next presenter is Masabumi Furuhata from GRI. GRI is a professional data science group. Using AI and algorithms, they aim to realize social innovation through the use of data. Furuhata is now setting his sights on weather data to build a highly accurate forecasting system for economic activity.気象データは
すごい力を持っているにもかかわらず、世の中でまだ使われてない、その力をこう解放したい。Entry number 4, Masabumi Furuhata, The Liberator of the Potential Power of Data.私たちはデータサイエンスとか AI を使ってイノベーションを起こすことに特化しているような会社です。そのような会社が気象データの未来っていうのを考えてみたときに見えてきたのが、データの民主化っていうところにつながるんですが、地域の予測取引所みたいなものを作ってあげることによって未来を描いているっていうようなところをお話しさせていただきたいと思います。でご提案の骨子なんですけど、日本気象協会さんは気象データを売るっていうビジネスをなさっていると思います。それをデータの価値発見を提供するっていうようなものをこの取引所を通してやりたいっていうことを考えております。で気象データ、我々データサイエンティストはよく使うデータの一つなんですが、データサイエンティストあるあるの、問題があります。それは需要予測とかをするときに精度向上させたいんですね。そうなんですけど、このデータを外部から買おうと思ったときにおいくらまで出せますかっていう問題があります。これは予測に使ってみないといくらの価値があるか分かんないですけど、先にお金を払わないといけないっていう、この問題をどうにか解決したいっていうのがあります。でその解決策のコアの部分なんですけど、需要予測とかの自動予測のサービスのところにですね、外部データをバンドルしてあげます。でそのバンドルするっていうのは、予測データ気象データを使う大半の時は予測に使いたいですね。時系列とかの予測で使いたいわけですよ。その予測で使う瞬間に横にあれば、買いたくなってしまうと、レジ横のガムとかお菓子みたいなもんで、そこにあるならばすぐに手に取りたくなる。で自動機械学習とかっていうのは AI とかそういう技術で作れるわけですけど、その今グラフで書いてあるようなものが予測で出てきます。で予測が出てきた時に予測誤差50っていうのが例えば出てきたとします。でこの50っていうのを出た瞬間に横に追加オプションとして、この気象データと気温のデータとか駅の乗降客数のデータを5000円払えば予測誤差28に縮められますっていう価値が分かるわけですね。このデータを使うとこのくらいの価値が出ると瞬間的に分かるようになると買いたくなる可能性があるので、データの民主化が広がるっていうふうに考えております。で、外部データいろいろありますけど、その周りにですね、データサイエンティストが欲しがるような時間とか空間の流動を調整するアルゴリズムですとか、AI の代表的な時系列の予測アルゴリズムとか、予測結果の解釈の方法とか予測値の活用方法とかですね、こういうのがセットになっているっていうところがあることによって、価値がボンと出てくるってことを考えております。この、取引所の部分に関係する部分っていうのは、もう外部のデータベンダーとかはもう誰でも参加ができると、そこにリスティングをして出品をすると。でユーザー企業は、今日ご登壇なさった方たち、全てがユーザー企業になれるわけですね。それで予測結果を使えると、そういうサービスを提供したいっていうふうに考えております。でもう一個ちょっとポイントは、予測で出てきたデータっていうのはまたリスティングすることができます。だからぐる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 回して、誰かが作った予測をさらに他の人が予測に使うっていう、さらなるこうなんていうか、ポジティブフィードバックサイクルみたいなものが生まれるっていうのを考えているわけです。この優位性ですね、この取引所の優位性みたいなところでいくと、予測結果への影響を確認しながら外部データの購入判断ができるっていうのが最大のポイントで、これがデータの価値を解放できるっていうふうに考えている根拠になります。日本気象協会さんの気象データというのは、地域の需要予測という観点で利用価値が非常に高いというふうに考えておりますので、わざわざ予測っていうふうに言わずに地域の予測っていう制約を設けることを考えております。で我々が、なぜこのビジネスをするのにふさわしいかっていうところを申し上げますと、まずはデータサイエンスの受託案件を多くこなしておりますので、そのベストプラクティスというのがあります。気象データをよく使っていますので、その使い方のペインポイントみたいなこともある程度理解しているつもりです。であとはオートML と呼ばれるような自動機械学習のサービスの、プラットフォームの運営とか、地理空間データの取引所みたいなものも運営しております。
で最後にですね、日本気象協会さんと一緒に競争していきたいっていうところのポイントをお伝えします。共同で実証実験を行わせていただいて、これが本当にビジネス価値をあるのかっていうのを確かめたいっていうのと、あとはですね、誰でも高精度な予測っていうのを手に入れやすいサービス、これを作ってあげて世の中の必要な無駄を一切削減していきたいというふうに考えております。以上になります。はい、ありがとうございました。さあ、では Q&A タイムに参りたいと思います。はい、ご質問ある方、はい、鈴木さんどうぞ。非常に興味深いプレゼンありがとうございました。そうですね、もう少しビジネスのところを理解させていただきたいんですけれども、まさにこのページにあるようにビジネス価値を確かめたいということで、すでに気象データの予測モデルは作られたことがあるとおっしゃっていたと思うんですが、実際どういうものに結果になったのかというのを一つ教えて。そうです、気象データを使って、はい、例えばですね、コンサートの、はい、来場者数の影響がどういうふうにあったかとか、あるいは普通のテーマパークの来場者数、それが分かるとその後のレストランのあれとか仕入れとかそういうところに関係してきたりしますので、そういうのが呪術つなぎにつながってるんですけど、あとは例えばコンビニのおにぎりがいくら売れるかとか、そういう身近なことまでっていうところが気象データを使ってやる予測の典型例になります。分かりました。じゃあ過去にすでに小売関係の上予測に使われたってことですね。はい、分かりました。じゃあ今回改めて実証実験としてはどういうところをやられたくて、どれくらいの期間があれば新しい価値創造が見出せるのかというところも教えていただけますか。そうですね、気象協会さんのデータは粒度が細かいデータで、我々が使ったことのある気象庁さんのデータなので、もっと粒度が荒いものなんですね。ピンポイント予測を、使えるようにするっていうところを確かめたいと思っているんですが、個人的には1年ぐらいかけていろんなパターンを確かめたいと思っております。わかりました、ありがとうございます。はい、他の方ご質問ございます。はい、吉川さん。私もデータ分析をする立場からすると、このデータがあればあと何パーセント予測が上がりますよっていうボタンがあればすごいいっぱい押しちゃうと思うんですよね。で問題がそのデータが集まるかどうかというのが非常に重要かなと思っていて、そのデータを提供する側、そのプラットフォームに載せる側としてのメリットというところがあれば、はい、お願いします。そうですね、そこに載せることによってで営業マンが、売りに行かずとも勝手にそのデータを販売できるっていうところがポイントになると思います。値段は自分で、つけられるようにしてあげるっていうことによって、どういうデータをリスティングしてあげれば、売れるんだろうかっていうふうに考えられるようになりますので、データを先に作るじゃなくて売れるデータをどうやって作るかっていう考え方も多分変わっていくんじゃないかなと思っていて、新しいタイプ のマーケットができるんじゃないかなっていうふうに、していきたいと思っております。他にご質問ある方、はい、斉藤さん。すみません、大変面白い企画ありがとうございます。本当に気象データって使ってみたいんだけど、いくらなのから始まって、どうしても日本は予算社会なので、はい、定額で購入されるとそれっていうような、でもそれは出せる企業と出せない企業がいるっていう、はい、そういう社会なので、なんかそういうビジネス基盤を本当根底から変えてくださるような施策なんだろうなというふうに理解しています。はいはい、コンテンツを提供する側となるときに気になるのが、やっぱりなんかこう音楽のサブスクみたいなところで価格破壊が起きないだろうかっていうところと、あと、ユーザーはこれから増えると考えていて良いのかなみたいな、そのあたりですね。はい、そうですね、サブスク的な形で、破壊が一回始まった後に、それでの成功のパターンっていうのをどうやって作れるかっていうところで、今まで作られていた気象データの、何メーターメッシュのデータとかっていうものを、じゃあもうちょっと違う使いやすい形にやればもっとお金を出してくれるんじゃないかっていうところをダイレクトに見ながら、こういうタイプのデータを作っていくっていう形で、一回安めのものがあるかもしれないですけど、そこに価値を見出してもらって、よりコアなユーザーっていうのをどうやって作っていくかっていう、ファンを作っていくようなビジネスっていうところに、シフトしていくかなというふうに思っております。でユーザーの、増やし方のポイントっていうのは、考えているのは、これの利用者の方が、使った結果を
再販売するというか予測結果を販売するっていうところで使ってくださいってユーザーがまた広めてくれるっていう、まあ口コミじゃないですけど、そういうふうに広まっていくと、つまり なぜこれを考えているかというと、DX とかで各大企業がものすごく投資をしているわけですね。だからその投資の回収の出口が結構皆さん困られてですね、でうちにはデータはあるけどっていうところで、さらにその予測結果っていうものを、まあちょっと完全には見せない形かもしれないんですけど、出すことによってぐる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 回していく、で回していくからには使ってみてはいかがですかってことを言ってくれる、しかもそれが影響力のある企業がいればいるほど広まりやすいかなっていうふうに思ったりか、そういう夢を描いております。はい、で皆さんありがとうございます。ピラツさんありがとうございます。お聞きください。さあ、では以上で4組のプレゼンテーションすべて終了になります。ここからは審査員の皆様による最終審査に入ります。では審査員の皆さん、よろしくお願いします。 After the competitive pitch battle, the judges will choose only one champion. Who will win the future of weather data business? さあ、では審査が終了いたしましたので、登壇者の方々に再びスタジオにお越しくださいました。よろしくお願いします。さあ、では先ほどのプレゼンについて聞いていきたいと思いますが、まず大垣さん、いかがでしたか？今日たくさん質問いただいてすごい楽しかったです。スキーの楽しさを少しでも多くの人に知っていただけたら、嬉しいなと思いました。本当にパッション感じました。はい、では神原さん、今日いかがでしたか？はい、もう最初はちょっと緊張してたんですけど もう今日の話は本当なかなかする機会もなかったり、今日いっぱい話ができて嬉しかったです。ありがとうございます。佐藤さん、いかがでしたか？ありがとうございました。熱い思いをぶつけられたと思いますので、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では船津さん、今日いかがでしたか？はい、気象データっていう共通のテーマでいろんな角度から話ができて、すごい楽しい時間を過ごさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。先ほどのプレゼンを踏まえまして、気象データ×ビジネスの未来とはということで、皆さんのお考えをボードに書いていただいております。はい、さまざまありますが、まず読み上げていきます。まず鈴木さんは、気象データで社会の課題を解決、千葉さんは気象データ ×AI× 各産業は企業ネタの宝庫、木村さんは異業種連携、斉藤さんはやってみたもん勝ちの場を作ります、石突きで。最後、吉海さんは風が吹けば、風がちぎった皆さん、かっこいいですけれども、では最初は千葉さん、いかがでしょうか？そうですね、もうここに書いた通り、日本まだまだ気象データを使ったスタートアップ少ないなと、で一方で世界で見ると非常にメジャーなその企業のトレンドになっていると思っていて、これぜひ日本のスタートアップの皆さん、もっともっとやればいいと思っていて、まさにここに各産業って書いたのは、気象データだけであっても何もできなくて、まさに好きとかそのテーマがあって掛け算して、そこに AI で分析して見える価値がたくさんあると思うんですね。なので各産業は無限大だと思うので、もう企業の宝庫なんじゃないかなと思ってます。そうですね、ありがとうございます。鈴木さんはいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。そうですね、あえてのこう分かりやすい表現になってしまってますけれども、今日いろんな気象データのビジネスをお聞きしまして、本当防災関連であったり、心身の健康にも気象、天気が関係するという話もありましたので、本当に社会の課題に大きく関与しているなと。でやっぱりビジネスとなるとマネタイズが難しいんですけれども、そこをやっぱり追求していくためにも、やっぱり社会の大きな課題イコール大きな市場規模、タムになると思ってますので、ぜひそういう観点で多くの起業家にもどんどんチャレンジしていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では木村さん、いかがでしょうか？そうですね、異業種連携ということで書かせていただいて、本日いろいろスタートアップの皆さんと気象協会の皆さんの会話聞いててもすごい可能性があるなと、気象データ×異業種でいろんな課題解決できると思いますので、こういう取り組みをどんどん増やして、たくさんのスタートアップが活躍できる場を作っていければなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。で吉海さん、この風が吹けばいかがでしょうか？はい、
あの風が吹けば桶屋が儲かるという言葉ですね、がありまして、あれはもう風が吹いた後にいろいろなものを経て、あの桶屋が最終的に儲かるという形なんですけど、我々の風が吹いたデータとか風が吹きますというデータを持ってるんですけど、風が吹いた後に何が起こってるかっていうのを知らないんですね。でいろいろなその実態のデータと付き合わせることで、新しく、あ、こんなことが起こってたんだとか、まあ、それがどう連携してつながっていくとか、まあ、そういった発見とかビジネスチャンスっていうのを今後見つけていきたいなと思います。うん、そうですね、ありがとうございます。では最後、斉藤さんからお願いします。はい、やってみたもん勝ちっていうところについては、やはりあのスタートアップの皆さんのプレゼンテーションを聞いて、で審査もう泣く泣く一つにしましたけど、正直 どの方ともやりたいっていうところがあって、選べないなと思っています。はい、ですのでまずはこうやっていただいて、いろんなサービスなりあのものを作っていただくっていうことを、あの私たち気象会社がちゃんとデータ整備して使いやすいものを提供してるってことをやっていかなきゃいけないなっていうところと、あとは前半あの皆さん海外の状態をお聞きした時に、うん、なんでこんなに日本よりも進んでるのかなって考えた時に、多分やってみる精神が欧米の方が強いんじゃないかなとか、そういうような印象を受けたので、まあ、そういった意味、あの意味でやってみたもん勝ちというふうに書かせていただきました。はい、ありがとうございます。さあ、で皆さんの意見聞いていきましたが、本当にビジョンにこうワクワクしました。そしてここからですね、ニュースピックスで募集した質問をちょっとご紹介したいと思います。うん、はい、既存の天気予報以外で個人に直結する気象データは何かあるのでしょうか。こちら吉海さん、どう思いますか。はい、あの天気予報で今一般的に出ている要素ではないんですけれども、あの気圧のデータとか、うん、があの頭痛とかですね、めまいとか気象病と言われるところに関係してきますので、より自分はあの気温に弱いんだとか、自分はちょっと気圧の影響を受けやすいんだとか、まあ、そういう個人の体調にあの、うん、寄り添う気象データというのが、はい、いろいろ。気象データ×ヘルスケアっていう文脈でいろいろ広がりますよね。そうですね。うん、ありがとうございます。さあ、では小坂さんにですね、はい、今日最も響いた言葉、キングオブコメントの発表に参りたいと思います。まあね、今日のメインは優勝が誰かですから、うん、そういう意味ではもう今日はこのコメントはここに至るまでのなんとなくこの流れで来たよね、それを思いを踏まえて優勝へっていう意味でこうしました。はい、風読むと未来のインフラができる、これはいろんな風に読めるんだと。まさに今風が吹けば沖縄も分かると、直接的なウィンドもあればマインドインフラもあれば、いろんな時勢、あとジェネレーション、いろんなものがある、そういう風を今読んできたんですよ。そのおかげで今さまざまなインフラっていうのも、実際はねドローンのインフラとかその飛行機のインフラもあったんですが、僕はマインドインフラっていうか、やっぱり気象情報というのが一番分かりやすい僕らの未来予測じゃないですか。はい、で未来予測をきちんと踏まえた上でどうやって動くかっていうのが、やっぱビジネスも含めて、まあ、僕らエンターテインメントもそうなんですけど、こう流行ってるものやったらもうおしまいなんですよ。やってないものやるんだよと。でもそれってただやっちゃうと落ちちゃいますから、ある程度飛ばないと風が来ないよっていう意味で、今回の風を読むとっていうのがすごく今回のピッチと混ざって、なんかすごい僕の中で今回の最初の頃にも出ちゃいました。はい、ってな感じでございまして、千葉さん、おめでとうございます。やったー。はい、ありがとうございます。千葉さんにはこの番組特製トロフィーをとで授与いたします。嬉しい、この番組出続けて初めていただきました。初ですか、千葉さん。ありがとうございます。感動してます。もう5年ぐらいやってくるとなんか意外と嬉しいですね。嬉しい話です。素晴らしいコメントでした。はい、ありがとうございます。ここからですよ、奥井さん。さあ、ではいよいよこのグランプリの発表に移りたいと思います。はい、ではこちらの封筒にその答えが入っておりますので、もう僭越ながら私の方から発表させていただきます。いや、小坂さん緊張しますね。先に言っておきます。はい、審査2週半しました。2週半しましたね。いろんな方が上がり上がり上がり、うん、最終的にはちょっと、こそっと、偉い人とも喋りに行きましたで、まあいろいろした結果で全員納得した、はい、はい、結果になっております。では発表させていただきます。では今回このウェザーアズアサービスオープンイノベーションピッチウェザーアップに優勝したのは、バイオデータバンク佐藤浩一郎さんです。はい、おめでとうございます。では佐藤さんには日本気象協会の斉藤さんからトロフィーを授与いただきます。はい、どうもありがとうございます。おめでとうございます。ですね、ウェザーデータ API の一定期間無償提供と賞金100万円が贈呈されます。では小坂さんからお願いします。
はい、はい、おめでとうございます。佐藤さん、今の心境を聞かせてください。シンプルに嬉しいです。今やってきたこと、まだ達成できてないので、日本気象協会さんと手を組んでですね、本当に世の中から熱中症をなくしたいと、強く意気込んでおります。ありがとうございました。ありがとうございます。斉藤さんから、今日の番組のプレゼンテーションと振り返って総評をお願いします。まず優勝なさってバイオデータバンクさんについてはですね、熱中症啓発ってすごい大事なことなんですけども、やっぱり私たちにとっては多分こう、熱中症対策も先進国なんですけど日本でも、これから地球温暖化でどんどん海外っていうところもそういう課題っていうのは出てくるだろうなっていうところを多分一緒に取り組まさせていただけるのかなっていう、結構具体的なプロセスが見えたっていうところがポイントになりました。その他の皆様に対してもですね、みんな本当正直私と吉会の定数って全員本当に同じような感じでして、私たちだけでは考えつかない新しい考え方っていうのを本当に学ばせていただきました。でも正直この後もう本当に怒涛の名刺交換でなどとか、はい、この場では優勝は決まりましたけど、ご縁っていうところをやはり一緒に持たせていただいて、やはり海外に負けないように気象データの活用というところを一緒に強めていきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではゲストの方々からも今日ご感想を聞きたいと思いますけれども、なりましたけど、はい、では鈴木さん今日いかがでしたか。はい、そうですね、本当に多様なソリューションが上がっていたので改めて勉強になりましたし、本当にいろんなコメントがあったように、可能性しかないと。で本当にAI を活用したりデータの解析っていうところでやっていくことが本当にたくさんあるので、皆さんもぜひこれからもどんどんと気象データっていう観点からも発信していっていただけたらなとは思います。ありがとうございます。木村さんは今日いかがでしたか。そうですね、異業種連携って先ほども申し上げたんですけども、やっぱりスタートアップと大企業のコラボレーションだったり他産業の方が一緒にやることで非常に大きな可能性があるなって感じることができたので勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。では最後小坂さん、今日のピッチイベント振り返っていかがでしたか。実はアップデート的にはこういう風のパターンは初じゃないですか。初めてです。二部構成のよう、はい、これちょっと定になっていく気がしますよね。そうです、可能性感じますね。これはなんかすごい一番分かりやすいし、なんかまさに今ここでイノベーションって言われるうんってやつがここで行われた感じがして、はい、でさらに思うんですけどきっと行くと思うんですよ。でもいいじゃないですか、別にそんなのどうでも、ね、なんかもうみんなどんどんぐしゃーってなってうわーってなってくるのがこの現場になればいいのかなと思ったので、うん、僕も普段審査されることばっかなんでね、審査する方になってみて、うん、審査員ってやっぱ大変だなっていうふうに思いましたね。はい、素晴らしかったです。楽しかったですね。ありがとうございます。はい、ゲストの皆さん、そしてプレゼンターの皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあではまた次回お会いしましょう。さようなら。